どうも、良い風景です。奪われたコインの実況プレイです。村に生きるようになった。どうも、ここに逃亡したらしい。おー、すげえ綺麗。あ、なんだありゃ。うん、じゃあ吸い取っちゃう。相手を拘束する忍術トルペンス。お、じいさん香りあるだな、さらわれてしまった。はい、やつは怪しげな術で村に行った12人の人間を次々に消し、ああ、なるほど、そうなった。神の使いに。そうですと。はい、監獄島へ向かう。なるほど、団長ここだと思ったら違うんだね。なるほどね。なんだろうね、なんか悪だくみですかね。これ入れるのかな。これは下。お、なにこれ。あ、ハート回復ですかね。これは上入れるか。いや、でも何もない。あれ、ここ。いや、窓か。ただの窓だよね。特に何もないですよね。こんにちは。あ、これ出ちゃうのか。あ、なるほど。ちょっと待って。いや、しかし書き込み具合すごいね。あ、こっちら行けるか。入れる。あ、左セーブポイント。なるほど。いや、特に何もないな。暴れてもいい。あ、そっか。人は今いないんだもんね。あれ、この上にも行ける。おお、立体的な。立体的だ。よく作ってあるね、これ。すごいね、楽しいね。さらわれちゃったんだもんね。なるほどね。いないよね。あ、いや、屋根の上に登れないか。いや、今登ってるのか。うん、もう入れるけど、まあ人いないんでしょうね。下。うん、あ、宝箱か。盗みを働く盗みを働く。どうして箱の中にコーヒーが。いいコーヒーだったんですかね。こいつもいただいておくぜ、世界のためなんだっつって。ミルクじゃないか金目のもの的なやつはないんだね。あ、そこあれだ、上行けるんじゃん、こっから。なるほど、まあいいや。よし、とりあえずでも探索できるのはこのくらいかな。まあ、また人が戻ってきたら、っていうことですか。はい。ルプスの森というところに来ましたね。よーし、じゃあまた暴れるぞ。お、なんか、タコ。タコですね。それ、どうすればいいんですか。とりあえず、ダメだ、上方向には。お、爆破しやがった。持ってますよね。ちょっと連続攻撃で一気にやるっていうわけいかないか。あいつ一撃で始末できる方法があればいいんですが、難しい。上方向に判定があるような武器ではないと難しいか。ちょっと待って。よし、おっと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 、これはあれ持ってるやつだな、これな。あ、ちょっと待って。はい、離れる。あれ？はい。土。土か。どうですかね。骨に対して効果ありそうですかね。うん、とりあえず、威力はあるね。あ、なんかこれ、属性化あるみたいなんだよね。どれだっけ？あ、トルペンス。使ってみるか。X で。これ？あ、なんかやばそう、うん、とりあえず倒せるな。どうなのこれ。なんか出る。いや、出ない。いや、上方向には効果はない。
ダメだ。ちょっと待った。剣ではない、ダメだ。そうか、やはり、どうだ、これか、あや違う、これじゃない。どれだっけ。名前が特殊だか、あ、せっかくね。あ、これか。さて。いや、違う、剣だ。あ、あの爆発になったらダメじゃないか。ここまで逃げて、あ、ちょっと、こいつ剣じゃなくて、いや、こう、筒だ。使い分け、使い分け。使い分け重要です。コウモリと。こいつはどっちでもいいな。剣の方がダメージ通りやすいか。やっぱり属性これ効果あるな。あ、ちょっと待った。こいつは剣。くそ。こいつ厄介だね。なんか上方向に効果のあるもの欲しいっすね。うん、剣よりも骨はこれだ。ちょっと待って、使い分け重要です。一撃では無理か。ちょっと待って、逆方向、逆方向、逆方向、ちょっとここまで逃げなくてよかった。なかなか厄介な毒かかることありそうか。これはどっちなんだ。あ、ちょっと、そんなとこがコウモリいたか。よし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 。ちょっと待って。しゃがむ。あ、ちょっと待って、待て待て待て。多い多い。しゃがむしゃがむしゃがむ。コウモリまで。厄介すぎる。よしよし。あ、ちょっとちょっとちょっと。あ、ちょっと何するのよ。そんなエッチなことやめなさい。やめなさい。そんな技持ってんのこいつ。これは、あ、肉、よし。悪魔城名物。今回悪魔城が舞台じゃないんだね。そのうちなんか、あ、硬直長いかこれ。もしかして連続で切りつければいけるか。ダメだ、いけない。降りてこい。くそー、リーチが溜まっちまう。よし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 、連続で切りつければいけるいける。よしよし、よしよし、あっうねん。よし、なかなかこれ、これダンジョンの構造全然複雑じゃないけど、二つ目吸い取った意味あるのかな。いいか、どうなんだろうね。よし、隙を見せたな、バカめ。連続で切りつけるの重要だな、これ。ただの一本道だけど、すげえスリリックだね。敵の配置すごいね、これ。これ、戻れる？戻ったらこれ、戻って回復したらさ。いや、いけるか、よしよし。ちょっと回復しよう。はい、というわけで。さあ。カリドゥス海峡、おお、すげえ。これ日を改めながら良くないかい。なんか赤い玉があるな、それなんだ。あ、大丈夫だ、ニードルスか、あれ。下に行けということがこれ。ああ、やめろ、そのエッチなことやめなさい。なかなか話してくんないこれ。ちょっとちょっと下に降りてこい。よし、あれ、これどうするんだろう。こっちか、あ、なんだこっちか。
あるのか、半魚人がいるか。法律は剣だろうな、生物は剣、うん、リードは破壊できるのかな、届かない。こんなことできるんだな、合体、合体グリフ。動き単調だな、他の先に比べて半魚人の動きは単調ですね。わっ、あ、こんなやつもいるのか。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、待て待て待て、なんてことだ。ちょっと魚どうすんだそれ、いけるかな、ちょっと待って、魚邪魔すぎる喋れない結構白熱だこれ、白熱のバトルですね。反撃回避していく、魚も回避していこう、喋れない動き喋れない結構本格的なダンジョンですね、本格的ですねこれ。あ、なんかある、なんかありますね。あ、違う違う、人がいるのか、足元は何かあるでしょう。うん、運ぶ。はい、村にある私の店ならあんたの助けないし、もう、あ、やった、回復アイテムとか売ってくれるんですかね、ポーション的な。あ、マジカルチケットか、一応これ開けとくか、1ボルトでした。あ、よし、セーブできる、セーブありがたい、よーし。いやー、あれだね、難しいねこのゲームね、楽しいですね。難しいんだけど、あの、諦めるような難易度じゃないかな。まあよく見れば、まあ多分もっと難しくなるんだろうから、またラスボス倒せませんみたいなことになるかもしれませんけどね。ギャラリーオブラビンスのハードモードかな、ハードモードあれか、リヒターモードでハードモードって、あ、難しいんだよな、なかなか倒せない。下から行けるのか、あ、でも魚がいるから倒せるだけは倒した方がいいのか、隙を見ていくみたいな感じか。よかった、受ける子でチャノアさん、受ける子でよかった、泳げる子でよかった。たまにアクションゲームの主人公とかで泳げない子がいるからさたまにっていうか、まあ、うん、ね、昔の RPG とか違うからアクションゲームとかそうだったかもしれない。こんな天気が荒れてても進む、仕事熱心すぎる。はい、ここが目的地ですね。ミネラ監獄と来ました、おどろおどろしい。はい、これ転送、え、ちょっと待って、これボス、いきなりボス、いきなりボスだね。ちょっと待って、セーブしに戻る。店どこだろう、これかな。いらっしゃい。さあ、金はしっかり払え助けただろ。いや、何か買っていくかい。マジカルチケットと肉か、バブーシュか、んー、なんか女性的な顔の胸当て。あ、ディフェンス上がるね、なるほど。アクセサリーはないか、じゃあ、ネッチな服を卒業か。あとは、バブルしかもちょっと上がるね。インテリジェンスも上がるのか。買っとくか。うん。肉買っとく？二つぐらい。ありがとうございました。さあ、戻ってきたぞ。いきなりボスっぽいんでね。さあ、どんなやつかな？あ、あ、あ、お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 、ガシャドクロ的な演出すげえ。ちょっと待って、ビッグスキルと待って、ちょっと待った。セカーレ、どっちだ、プルサーレの方がいいな、多分骸骨なんだから。ちょっと待った、おわーっと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 、これで逃げてみるか。おお、そんなバカな、ちょっと待って待って、ちょっと待って待って、ちょっと待っ
わ、捕まれた。エッチなことやめなさい。やめろやめろ。ちょっと強くないかこれ。あ、ダメだ、クソ。頭に当たったよーし、今度こそ2回目。まあ、とりあえずチャンスを見計らうまでは逃げちゃってもいいのかもしれないか。これで、あ、ちょっと待って、キックしてきたら攻撃する。チャンスを見計らうぞ。キックしてくるか。ダメだ、してこないな。この上だと結構移動速度速いから危険ですね。なんか変なポーズだな。これだ、もっとあら頻繁に攻撃しいな。磁石面白いな、磁石で回避できるんだね。あ、しまった、これいけるかな。後ろに下がってないと無理やり抜けるぞ。これでちょっと回避しよう。どうした？よし。よし、倒した。ふぅ。いや、強敵ですね。なんとかなった。さあ、探索はどうするか。収録時間20分くらいか。もう少しやるか。ちょっと戻ったけどセーブする。いや、待って、セーブポイントあるだろ。先進んじゃおう。そういう敵いるのか。それは、おお、なんかすごいんじゃないか。ちょっと待って。これは、ちょっと待って待って。おお、やばいやばいやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。倒れない、倒れない、倒れない。ちょっと待って。あー、ダメだ、クソ。難しいな。どうする、これ。よーし。無視しながら行くか。よし、うん、これが一番いいな多分。またどうのこうせ。あー、ちょっと待って、抜けちゃうぞ。おい、くそー。よし、レベルアップした。槍とか入手できるんじゃないの？そのわけじゃないのか、あいつ。よし、抜けた抜けた。ここは渡れるか。よし、Aポイント来た。ここまで来るのすげえ大変だったぞ。ちょっとレベルでも上げた方がいいかもしれないか。なるほど。はい、カモミール。これはなんだ？なんか打開に使えるような何かあるのかもしれないよな。装備品とかさ、剣とか。あの頭がやばいね。あ、そんな攻撃まで。そうだった、そういえばそういう時だった。ハンマーの方がいいかな。あ、よし、マックスアップだ。この上でも登れないのか。ちょっと待って、なんか落とすの。あ、落とさないか。
ぱ上方向に判定ないな。あ、ここで上がれるのか。うん、いけるな。どうする、そこ行くべきなのかな。マップ的にはどうなんだ。マップ的には何もないですね。あ、ちょっとしまった。あたりに行ってしまった。せっかくなんで倒しとくか。ちょっと届いてない届いておりません。いや、なかなかこうね。あ、壁がある、壁がある。壊せる壊せる。やった、そういうのあるんだな。お、ハイプリエスです。ハイプリエスですか。なるほど。うん、1って書いてある。あー、アタック下がるぞ。ディフェンスがでも上がるか。コンスティチューションがアップするってことなんだ。5も上がるんじゃん。マインド多分、ね、多分防御ですよね。そんなにうまいか。じゃあ次のセーフポイントとか見つけたら終わりにする。そこでも宝を買うな。しまった。なんかあるかい。なんかあるぞ、やっぱり。カモミールってなんだ、回復アイテムとかかな。いや、何もないね。ここどうするかな。あー、なんか上の方向に下見たいか。上やばそうだな。あ、なんか出た。あー、どうの構成か。これって鍛冶屋に売るみたいな、そういうやつですかね。あ、出た、セクシー弓か。うん、どうかな、これは。あ、なんかある。あー、敵か。どうですかね。ちょっとやっぱ近接した方がいいな。あ、でもこういう時あれか、使ってみる。でも6ポイントだな。あ、あいつ遠距離攻撃までできるのかよ。この辺なんか壁とか壊れそうですよね。あ、透明人間いますね。いや、強い。よしよし、倒したー。あいつ尻尾あるんだな。よし、マックスアップ。結構な時間やってますよね。ここらで成功じゃないですよね。あ、転送装置があるな。もしかして進む？おーっと、そんな罠があるのかよ。よし。あ、しまった。よく見て、よく見て。この辺大丈夫か？あ、なんか次のボス部とか来ちゃったんじゃないの？来ました。どうも。お、なんか見せてくれんの。うん、なんだ、アルバス何にしようとしているんだ。じゃあいただきまーす。うん、光線を降らせる陰術。何を考えてるんですかね。力の流れがよく見える。一旦帰るみたいな感じですかね。次のボスみたいなの絶対いるよね。どうするかな。この辺でやめとく。収録時間30分なんで、ここでやめましょう一旦。はい、じゃあ今回はこれで終わりします。ご視聴ありがとうございました。